皆様どうもこんにちは、ハリウッド俳優のシャギーです。本日はですね、私なりわいとしてハリウッド俳優をやっておりますので、本日はハリウッド俳優の身だしなみシリーズターゲットで買ってまいりました。じゃん、こちらクレストのワイトニングストラップですね。こちらはですね、なんとお値段44ドル29セント。いや、お高い。まあ日本には売ってない製品ですね。これで今日はハリウッド俳優の身だしなみ、歯を、芸能人は歯が命、俳優は歯が命ということでですね、歯を白くしていきたいと思います。それでは試していきたいと思います。ハリウッド俳優身だしなみシリーズですね。これでオーディションも受かりましょうね。ちなみに私このホワイトニングストラップ初めて使います。どういう風に使うのかね、それも含めてちょっとね、見ていきましょう。やっぱりね、歯は白くしていきたい、まあ、そういうことですね。歯は白いのが一番。はいはい、こちらお値段44ドル99セント。5000円ぐらいって感じですかね。さてと、はい、中身でございますけれども、こちら一つの袋に2つのストラップが入っておりまして、これが20個ありますので、全部で、40シート入っているということですね。ちょっと説明書を見ながらですね、使っていきたいと思います。30分、 2 kids per year。 非常にね、まあ、進めている方が多いホワイトニングキットなんですけれども、書いてあるのは、500ドル相当 の、 そのプロフェッショナルレベルのトリートメント、これが期待できるというふうに書いてあります。これね、どうやって貼るのこれ。それで空気を入れちゃダメだって書いてある。あ、そう、なんかね、こちらちょっと開封していきたいと思います。じゃあ、よし、切って、そして入れよう。あ、これね、お、あ、長い、あ、これ、あ、出てきた。このような感じでストラップ出てきましたね。じゃん。はい。で、調べたところによると、この長い方が上の歯ね。で、ね、短い方が下の歯。短すぎるだろう。早速やっていきたいと思います。おっと、剥がれた、剥がれたよ。これ30分でしょ。これどこ、難しい。ああ、変えようかな。はい、このような形でつきました。で、こういう風にね、クッキーを煮ていくのがこっちらしいです。クッキーにこないと、あの、まだらになっちゃうそうなんでね。じゃあ下の方の歯を貼っていきたいと思います。ちょ、短いって、男性用にしては。これ、え、男性用、あ、男性用っていうか男性用とかないけど、あの、短い。ふぅふぅふぅ、はい、このような形で、貼ることができました。ちょっとね、30分待ってみたいと思います。喋んない。はい、そうしましたら、30分経ちまして、ストラップの方を外してまいりました。くっ、確かに、確かに白くなっている。俳優は歯が命。まあ、ということでですね、これで、まあ、ハリウッド俳優の身だしなみになんとかこう整ってまいったんではないでしょうか。なんとか歯も白くなりました。歯の方白くなったんですが、で、僕使った時ですね、ちょっとね、あの、長さがすっげー、まあ、女性用かっていうぐらいで長さが足りねえなと。全部のね、歯をカバーするのに長さが足りない、まあ、本当は表に見えるような歯しか白くならないんじゃないかっていう感じでしたけど、あれね、ちょっと見てみたら、伸ばして使えと。伸ばして刈り込むと。いや、非常にね、小さいなと思ったんですよね。まあ、ただあれ伸ばして貼り込むのは基本ということですね。なんで、まあ、伸ばして貼んなきゃいけなかったっぽい。まあでもね、まあ、言わしてもらえば、これだって薬品が塗ってあるわけですから、それ伸ばしたらね、その分濃度が薄くなるわけですから、まあ、あんま伸ばしすぎると、効果がちょっとね、効果も薄くなるんじゃないかっつう気はしますけど、まあ、僕はちょっと間違って伸ばさなかっただけっていう感じですけど、まあ、それなりに白くなったと。ね、ビンビンに伸ばしたらどんだけ加工が効果が出るのかっていうね、そういうね、あの、疑問もありますけどね。で、こちらプロフェッショナルグレードということで、すごい、白くなるみたいですけど、一応書いてあるのは、
まあ、30分漬け込むんですけどね、最大限の結果が痛いのであれば1年に2つまでのキットを使ってくださいと。だから半年に1回って感じですかね。で、アメリカのホワイトニング製品、これだけでおしまいではございません。さらにじゃん、こちらまたね、あのアメリカのホワイトニングでまた有名な歯磨き粉ですね。ホワイトニング歯磨き粉、次回はね、このね、ちょっと使用レビューをちょっと1週間使ってみてしたいと思います。では息子にちょっとですね、はい、よいしょ、どうですか、辛くなりましたか？あんまり反応はないようです。ハリウッド俳優シャギーでした。それではまた。